はい、アラカンのおっさん YouTuber でございます。本日もよろしくお願いいたします。本日はですね、事故を避ける方法としてね、そのポイントなどをねお話ししていきたいと思います。一般道路におきましてはね、多種多様な車あるいは自転車歩行者とね皆さんが使う道路でございますが、まああまり馴染みのないね大型トラック、大型自動車ですね、大型バスも含めての特性なんかをねちょっと話していきたいと思います。まず一番の特徴はその大きさですよね。一応日本の法律で決まっているのは長さ12メーター未満、幅が 2.5 メーター未満、高さが 3.8 メーター未満という括りですね。まあフルスケールのバスやトラックでしたらもう目一杯の寸法になってます。まあ若干トラックバスにおいてもそれより小さいサイズのものとかね、あるいは特殊な連結バス、トレーラーなどね12メーターを超える車もありますが、まあ今回はね一番馴染みのある車をもとにお話ししていきたいと思います。その大型自動車をね運転していて何が違うんやということですが、まず一番に内輪差ですね。内輪差というのは乗用車にもあるんですが、やはり長さが長くなるとその内輪差というのも大きくなってきますので、まあ、内輪差というのは前輪から後輪の間の長さですよね。それが長いとどうしてもこう小回りが効かなくなってきますよね。よく信号待ちなんかでトラックが左折で大回りで回ってくることはありますよね。あれは故意にやってるわけじゃなく、車両のね特性上しょうがないですね。大回りしないと曲がりきれないというようなことで大回りして回ってきます。だから大型自動車の場合はね、歩行者自転車がいてればもちろん減速止まりますけど、まあ、先にトラックなりバスなりが左折してる時に後ろから自転車が来る時がありますよね。そういう走行している方はね必ず止まってくださいね。もうそれを突っ込んでいくともう自殺行為になりますんでね、必ず止まるようにしてください。またね、なかなか歩行者止まって左折せえへんからっていう時にこう右からね追い抜く場合もね、動き出すと今度はね後輪から後ろの車体出てる分がこれオーバーハングって言いましてね、これがまたケツを振るんですね。外側に張り出してくるんですよ。だそれで当たる場合もありますので、まあそういう特性があるんやなっていうところをねちょっと頭の片隅に置いていただければいいかなと思います。次にですね、死角ですね。まあ、これも乗用車においても死角はあるんですが、大きい車はどうしてもその死角が多くなりますよね。大きくなる、まあ、例えば自転車の方あるいは歩行者の方がね、まあ、こっちからトラックやバスを見ると大きいので目に入りますよね。まあ、こっちが見えてるんやから向こうからも見えてるやろうなと思うのは間違いで、見えてませんからね。まあ、もうちょっと近づいてたまたまミラーを見たら運転手さんの顔が見えた場合は向こうからも見えてますけど、ちょっと離れた場所からね、まあ、木曜物が大きいのでこっちから見て見えてるから向こうから見えてるということはないので気をつけてくださいね。よく歩行者とか自転車の方がねちょうど徐行してるや止まって出発しようという時にこう斜めからこうシャーッとこう来るんですよ。あれはねもう全然見えてませんのでね、もちろん運行してる時は運転手が気をつけなければならないんですが、やっぱり不意の時っていうのはこう避けられない時がありますので、まあそういう特性があるんやということをお分かりいただければねありがたいかなと思います。あとはまあ走行性能が乗用車とは比べると劣ってますよね。どうしても車体が重たいので加速性能も悪いですし、ある程度走り出すとね波に乗っては走れるんですが、やはり坂道になるとスピードが落ちてきたりしますので、まあちょっとね追い抜きができないところなんかではイライラすることもあると思うんですが、また高速においてはねよくトラックが並んで走ってる場合がありますよね。あれも大型トラックにはね今スピードリミッターがついてるんですよ。90キロでまあだいたい95キロぐらいは出るみたいなんですけど、そのわずかな速度差でやはり後ろについたトラックは追い越しをかけますので、以前みたいにシュッと抜くことができませんのでね、どうしても時間がかかってしまいます。まあイライラすると思うんですけど、まあそういうのをね、あそういうの装置がついてるんやということを分かっていただければ、また若干ねまあしょうがないかなという、まあ、諦めてもらえるかなとも思うんですが、まあまあいろいろありますよね大型の特性としてはね。まああとどうでしょう、乗用車乗ってる時にももちろんその乗用車同士のこともまあありますしね、まあ、乗用車対バイクとか、まあ、気をつけなダメなのは一応まあ一緒ですよね。よくまあここまでっていうね、その頭はないと思うんですよ。気をつけることに関してはここまでやったら絶対大丈夫やというのはないんですが、まあ例えば気をつけなダメなことがね多くあって、まあ普段運転されてる方がまあそれに比べたら6か7ぐらいで走ってるとしてもね、何もなければまあそれが当たり前やと思うんですよ。まあだんだんね慣れていうのはこういい部分も悪い部分も出てきますので、まあそれで自転車が突っ込んできて当たっていやいや自転車が悪いんやというのは通用しませんからね。やっぱり20、30に気をつけんとまあ
やってしまうとね、どちらも得はないんですが、特に昨今皆さんね、スマートフォンあるいは車にはナビがついてる車が多いんですけど、その操作とかね、そういうのに注視してるともう完全に脇見運転ですよね。まあそういう事故が増えてますので、今罰則もねきつくなってます。事故原因のねだいぶ上位に上がってきてますので、まあそういう場合はね、くれぐれも無理をしないようにね、ましてやテレビ見ながら運転とか持ってのほかなんでね、まあそういうのも含めて今までにない原因の事故が増えてきてます。あとね、これは乗用車だけじゃないんですけど、一般的に交通整理やってるガードマンさんいてますよね。あ、もうあのガードマンの方も信用したらダメですよ。それは無視して行けって言うわけじゃないんですけど、まあ例えば行け行けって言われて、あるいは急に止まれって言われて止まって、向こうの指示通りね、追突事故が起こったりね、まあ私現にそういうの見たことありますんでね、責任取ってもらえませんでね、法律上も何の責任もないんでね。だから必ず一旦止まって、向こうの誘導で行け行けって言われても、自分の目で確認してくださいね。人任せにしないで、もう絶対危ないですからね。よくありますよ、そういう事故はね。まああと自転車歩行者の方におきましてもね、まあ先ほども話しましたように、まあ相手が避けてくれるやろうっていうのは、まあ基本はそうなんですが、最近はそうじゃない方も結構いらっしゃいますしね、年齢だけじゃないでしょうけど、ブレーキとアクセルを間違えるとかね、まあ本来そういう方はもう運転しちゃダメなんですけどね、まあ現にいてますので、歩道を歩いてて歩道に突っ込まれたとかね、よくニュースでも見られてると思うんですが、だからそこまですんのめんどくさいわと思われるかも分かりませんけど、まあ例えば幹線道路の信号待ちなんかでね、一番際際の一番前で待たなくても、まあちょっと2歩3歩下がったところでね待つとか、まあその間に携帯電話とかチェックもしたいでしょうけど、まあちょっと車の動きを見てね、おかしなついてますからね。それこそスマホとか見ながら運転してるもんとかね、まあメールがあったり電話があったら、まあ気になるんでしょうけど、これからはね、自分の身はある程度自分で守らんとね、ダメなところもありますので、結局それで何も得ないですからね。こっちが被害者になってもね、刑事的責任はないにしても、怪我を負うのは弱い立場のもんですからね。まあそういうのもちょっとね、頭の片隅に置かれてね、もう完全に安全な場所というのは今ありませんので、まあ何を乗ってる時でもそうですし、まあ一歩外を出るとね、いろいろな危険が潜んでるということです。まあ今更あんたに言われんでも分かってるわという話ばかりになってきてるとは思うんですが、やはりそういうのをね、ちょっとでも減らしていくことにね、私もいろいろ努力をしていきたいなと思ってますので、こんなたどたどしいね、喋り方なんですけど、まあこれ動画でね、あれなんですけど、まあたまにそういう、話なんかで、まあ講演っていうほどじゃないんですけど、まあたまに来てくださいっていうことはあるんですけどね、その時はもうちょっとうまいこと喋れてるんですけど、なんででしょうね。まあ次回でまた罰則がきつくなった煽り運転とかね、まあドライバーの方のその走行する走る時のポイントとかもね、またお話ししていきたいと思います。ちょっといっぺんに話できませんので、まあ昨日のペリカン二郎は後ろの方で反省して黙っております。ちょっとね、最初に言った通りにね、いろいろこう真面目な話も上げていかなあきませんので、また次回よろしくお願いいたします。ありがとうございました。